どうぞお持ち帰りくださいませ、はい、はい、それでは林浩二郎の珍道園芸館開演です。水曜日なんですけど、この間が土曜日でした臨時でやりましたね、土曜日は、娘が来なかった、用事で来れなかったので、この娘が私が代わりに踊りを踊ったんですけど、ありがとうございます。良かったですよ。良かったというわけで、また次の週もそういう日になるということになっております。はい、大変なんで、今度ね、12月に一心寺シアターというところで私の40周年記念をやる、もっと大きなところでやりますから、打ち合わせがね、会場のいろんな動画でとか、私の代わりにこの人が行くことになっておりまして、ね、大変でございます。楽しく準備しておりますので、楽しく準備をやっておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは、今日も特別ゲスト青木美香子さんでございます。よろしくお願いします。ミカリンという声がかかるとおなじみのお客さんでございますね。はい、ありがとうございます。
はい、今日の1曲目は、大阪市ぐらいのことなんでございます。ちょっとだけね、ジャズ風、スイングジャズ風に、ちょっとだけ色を変えまして、もう本当におなじみのスタンダード大阪しぐれをね、可憐に歌っていただこうと思います。チンドンジャズで、チンドンジャズで大阪しぐれ、30年以上毎年ね、
ある居酒屋の周年祭に呼ばれて、その居酒屋の狭い居酒屋ですよ、もうカウンターしかないようなね、7、8人入ったらもう満杯みたいな、そこの入り口のところでこう演奏したりするんですよ。だからお客さんが入るたびにパッと、そういうのを40年近く、35年ぐらいやってるかな。そのお店が1階にあります。でその1階のお店の上の階に、小さな小さな町の印刷屋さんがあって、それこそ活版印刷ですわ。で印刷 その職工というか、こう今時ですよ、文字のこの活版印刷の文字をこう揃えて活版印刷、そこのアルバイトをまた長いことやってらっしゃる方がいて、まあその人がね、実はミュージシャン上がりで、ベース弾いたりする人だったんですけども、その人がそういう毎年毎年その春になると、春が近づくと僕らがそこの周年祭に行って、はい、毎年それを上から残業しながら聞いてたわけ、ね、聞こえますね。で面白いな、なかなかこれいつの日かこれなんかしてやりたいなと思ってたらしい。昔はミュージシャン、今は印刷屋の職工や、はい、でその人がある時たまたま東京の知り合いのプロデューサーと電話のやり取りした時に、なんか面白いバンドはないかなと言われて、ああこんなのはどうやって、すっと成り立ったのがこの私どもが出したジャズチンドンという CD、あれはすごい。レコーディングをしてエンジニアの人もね、もう中森明菜 の録音でレコード大賞の部門賞を取った人、なんで撮ったかというと、中森明菜の音程の悪いのを全部直したというね。これでレコード大賞の部門賞を取って、ジャケットの方もね、すごい方が、カメラマンの方とデザイナーがやって、それは東京の人脈で、ジャズチンドンというやつを作って、それはまあそれで、フランスのパリでキャンペーンやったら、世界中に売れるんじゃないかと。というのは、日本で僕らの CD を買うような変人は10人もいないかもわからないです。でも地球規模と考えると3000人はいるから。ところがパリでもね、当たらんかったり、ね。で、まあそれはそれでいいんですけど、その同じプロデューサー、竹澤さんというんですけど、東京の方で、はい、ひょんなことで、世田谷区の方のお仕事もしてて、世田谷区でですね、今は去ること十何年前かな、あの石原慎太郎都知事の時代に、東京オリンピックを招致しようというね、民衆の中からもそんな声を上げようと。だから今年オリンピックでしたけど、その前のオリンピックの、そのまた前のオリンピックの時に東京に呼ぼうという運動だった。2008年、その時石原慎太郎都知事から予算が各区にボンボン降りてたわけや。でそれに乗っかってということで、世田谷区民を盛り上げる会というのがあって、オリンピック で予算を組んでいただいて、本当ですかと言いながら、ちんどん屋さんがまあ10組ほど、僕らがプロデュースで東京のちんどん屋をいっぱい読んで、ほんで2日間ですよ、ほんで世田谷区民ホールでもそのイベントがあって、それの宣伝をするというので、行ったわけでございます。まあね、世田谷区で行くんでございますけども、まあ、世田谷区って成城とかあるんじゃないですか、ね、世田谷食品とかね、通販で有名な世田谷食品、もうとにかくそんな高級な町でちんどん屋が10組ほど、世田谷区の隅から隅までちんどん屋で回ってくれというね、で区民でそういう意識を高めようと、オリンピックですということでございまして、もうまあいかが愛になりましたかということでございますけど、それでは次は青木さんのシャレーよ。Oh, but he remains.
招致キャンペーンなんですけども、そんな結構ね、陳野屋さんが10組ぐらい行くと結構な予算でございます。それ以外に世田谷区民ホールでは、はい、そういうステージを使って、決起集会みたいな、そこにはあの昔の体操選手のオリンピック選手森末慎二って言って、鉄棒とかね、金メダル森末慎二が来たり、それから、あとね、静岡県出身のね、バルセロナで金を取った平泳ぎの岩崎京子さん、はい、岩崎京子さんが やってくる、ね、ほんで、我々散々ね、宣伝して、そんな人も来ます、皆さん来てください、入場無料ですからね、で、世田谷区中を回る。まあ、8組、10組の陳野屋で手分けしていくんですね、いろんな世田谷区という広いですから、世田谷区だけで何百万人いるわけですわ。ね、で、もう本当に大阪市ぐらいとは言えないけど、広いんです。ほんで、世田谷、私が担当したとこがそうだったのかもしれませんけども、まあ、世田谷といったら高級住宅街と思いきや、まあ道が狭くてね、まあ低所得者の住宅がいっぱいあって、まあ道くねくねくねる低所、あ、こっちも低所得者の住宅、こっちも低所得者、このまた潰れかけの商店街があって、まあ無残がね、おそらくおよそね、世田谷区のイメージとね、全然じゃん、なんかお屋敷がザーッとあってと、大阪でいうと美濃とかね、芦屋とか、あんな感じかなと思ったら全然違うんですよ、ごちゃごちゃ、ほんでやってるでしょ、ほんで商店、各商店街、各自治会が、まあ一応ね、世田谷区のキャンペーンやから、一応協力してるということになってるけど、どこ行ってもね、うちはオリンピックいらんわ、もうゴリゴリや、どうぞ来てくださいって知らせ、ああ、もうあんなとこ行く、世田谷区民ホールに行こうと思ったら、とにかく車で来るのはご遠慮してください、どうやって行ったらいいんだ、バスで来てくださいでしょ、もちろん区民ホールの区役所の近くには地下鉄なんかないわけよ、
バスを乗り換えてどん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 行かないか、そんなあんな面倒くさいとか言ったら遠いんですよ。安倍の国におって安倍の区役所よりは小さいもんですよ。自転車で行けるところで、とても自転車でも行けないようなところで、まあ他の国に聞いても大体どこ行ってもオリンピックはこれこれや、先頭行ってくれ、またさらにこれで外人がいっぱい来たら大変なことになるとか。ほんでやってるチンドン屋自体が、東京のチンドン屋誰一人ね、オリンピック賛成してるやついないん実は私オリンピック反対なんですけど、そんなもう多分金のためにやってくれるってそういうのが通じたのかね、なんと当日2日間やって、2日目がその当日なんですけど、世田谷区民ホールでオリンピック招致イベント、客席ゼロなんですよ。ゼロでもどうすんやこんなって、スタッフが慌てて、今まで裏方に回ってた人、それから区役所の職員、慌てて客席に座って、今でも写真があるんですけどね、写真見てもほとんど誰も座ってない、大きなホールですよ。そこの中で森末慎二さんの記念講演がある、岩崎恭子さん平泳ぎの記念のお話があり、そしてね、鎮土屋さんのショーがあって、鎮土屋のショーがあって、ショーが終わったら鎮土屋さん客席に回って客席と見てるとその状態 で最後には鎮土屋さんと、昔ね、イカスバンド天国というね、夜中の番組があって、そのイカ天というイカスバンド天国でグランプリを取った歌舞伎ロックスというね、バンドがあって、歌舞伎ロックスのリーダーの氏神一番という人が特別ゲストで、熊取りをした化粧をやって現れて、そこで沢田研二さんの時を替え歌で、時を大江戸、大江戸がなんとかになるとか言ってね、それを、真ん中に置いて、鎮土屋が5、60人伴奏して、プロデューサーとしたら、歌舞伎ロックスの歌舞伎と鎮土屋は似たようなもんだと思って、これからは歌舞伎ロックスの新バージョンで、鎮どんロックスということで、鎮どん歌舞伎ロックスでやろうかなと思ったかもわからない。でもこれも客席ゼロでは話にならない。何も盛り上がらない。本当に寂しいイベントでございましたね。そういうことで、この寂しいなと思いながら、この後またオチがありまして、ここで私大いに勉強しましたね。世田谷区民ホールの私が学んだことということね。はい、それではお次が。踊りや先週なかったよ。娘の踊りでございます。
人の面影で寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。酒よ、どうしてどうしてあの人を諦めたらいいの、諦めたらいいの。Thank you.
その時にね、まあ、リハーサルとかやってる間にひょっとしたら今日誰も来えへんのちゃうかって言って歓迎したみんなね、もう物によったらそのリハーサルとかなんかしてるうちにお客さんがいっぱい集まって行列とか何もなかったんですよ。でそういう時に私らも含めて出演者は今日なんか様子がおかしいぞ、今日は誰も来えへんような気がするなとか言って、その場合はどうしようとか対策を関係者に言ってた。その時にね、もう一つの出演者です、日本女子大のチアーガール、これがね、来ておりました。これ日本でそれこそ1、2を争うねトップクラスのね、チアーのチームでございます。その人たちがね、もう怖い怖い先生、女の先生のもとで食べよって言われながらもリハーサルしてるんですよ。もうそれを見てるとね、まあ本番のままやるんですね。ほんでもう相撲取りみたいな女の人が一番真ん中にこうやって担ぎ上げてぐるーっとね、すごかったんですよ。ほんでそれ見てね、まあ見た目には美しいけどこれはまた厳しいやつやな、大変やなと思って、もうリハーサル見ただけで僕は感動してしまって、もうなんというかね、それまで女子大生や女子大生かわいい兄ちゃんがわーではって見に行ったらそんなもんじゃない、もう命がけのことをやってて、もう素晴らしいなと思って。でももちろんリハーサルだから お客さんいないんですけども、関係者一同それ見てうわーって感動しました。似たような体験をもっとずっと前にね、四国の善通寺というところに行ったことがあって、その四国の善通寺の青年会議所が主催でね、野外コンサートで、上田雅樹とか、それからシーナ&ロケツがメインだったかな、夜のコンサートなんですけど、私らも呼ばれて、私らが前座とか言う、行ってみたら前座も前座、向こうのコンサートは本当のコンサートは夜なんで、私は昼間やるというね、大前座だったんです。大前座で、その時に、まあ、前の日にリハーサル、前の日の夜に、本番は次の日の夜なんですけど、
音響とか照明のことがあってリハーサルするというので、その時にね 上田正樹さんは忙しいというので、来なかったんですよ。ああそうです。適当にやっといてくれて。で、シーナンドロケットさんが来た、ね、前の日の晩にリハーサルをする。その時に、普通はね、あ1曲目はこれで、2曲目はこれで、ちょっと、うん、曲をちょんちょんと、あと、ね、まあね、2コアス、3コアスがありますから、この後ソロがあって、はい、次の曲、はいはい、それがね、チーナ&ロケッツは全曲全コーラスやった。もう本番さながらにね、もう完全燃焼みたいなリハをやったんですよ。誰も見てないんですよ、真っ暗けですよ。で、その時に僕感動して、それは照明の人も音響の人もこんだけ感動してさせてもらったら本番の時もっと頑張るぞ。そりゃそうですよね。贅沢なもので、お客さんも誰もいないところでスタッフだけが見るコンサート、うん、その時にあやっぱり一流の人は違うな、こんだけやらなきゃいけないなと思いました。で、そのC難のロケツのコンサート全曲フルコーラス、ね、やり終わってうわーっと僕ら横で何年いたかというと、その後僕らのリハがあると思って、うん、ああそうやろうと思って、あなたたちは結構ですそれが25年前ですね。そうです。その時、そうか、でもそんなの早う旅館に帰って酒飲んどったよ。まあでも全部聞けたで、ね、でもいい勉強になったわけでございます、さあそれではもう秋の深まりとはまだいきませんけど、秋となればよくこんな曲をね学校の紹介で学びました。太鼓でやるとそうと何か悩み事が。あ、そう
のことで困っているのでございます。親父さんのことでやるか。あ、そうなんでございます、うん、私の親父が狂わがよいがやめられませんで。あ、そうなんで、狂わがよいよのとその年でな。あ、そうなんでございます。俺が狂わがよいをしようとも何の悪いことがあろうか、若い頃にこしらえた金じゃもの何の気兼ねがあろうことか言うてずっと行くのをやめてくれないんでございます。確かに若い時に稼いだ金、老い先短いとなったら最後に悔いを残さないように使おう、その気持ちはわかるけど、もうちょっとマシなことに使おうた方がええからな。そうですよね、うん、もうこれで近所の体裁がありますのでやめてほしいと私がいくら言うても、子が親に意見するものがあるか、またそれを聞く抜け親父がおろうものかと聞いてくれないんでございます。かがんこな親父やな。そうなんでございます、うん、まあ、これがねもうやめてくれないんで私仕方ないと思いまして、この前ですね、うん、親父の頭に鈴を1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とつけまして。お、頭に鈴をつけた。そうなんでございます。それでもうこっそりと盤に出て行っても打つ音がチンビンチンビンとしてわかるというものでございます。さんが今から抜け出して女のところに行こうと思ったらあ、鈴が鳴ると、そういう仕掛けやな。そうなんでございます、うん、これがうまくいったかと思いきや、うんうん、散々に怒られましてね。怒られた。あ、そうなんでございます。親を犬か猫かのように思うて腐る言うて、こんな不幸ものはない言うて、もう散々に怒られた。そら言うかもしれんわな、親父の首に鈴をかけるとは。あ、そうなんでございます。まあ、これはでも道理にかなってるんでございます。お、それが道理にかかってる。あ、昔から言いますな、あ、親父の頭も賃金からと。Oh,
お願いします。